はい、皆さんこんにちは、ロペルンです。見ましたか皆さん、 WBC の準決勝なんですけども、あれマジでやばくないですか。で、最初はメキシコが勝っていたんですけども、まあ最後のね9回裏でね、村上選手がねタイムリーツーベースでねサヨナラ勝ちっていうね、なんとも激アツなね試合だったんですよね。まあ今撮ってんのが21日ということで、もうね決勝が始まって決着がついていると思うんですけども、マジで野球ってね面白いですよね。本当ね村上様ですよ、本当にね、もう最高です本当。というわけで本題、今回は短すぎるユニボール1というわけで紹介していこうと思います。では見ていきましょう。はい、というわけでこちらです。今回紹介するのは三菱ユニのユニボール 1P というものを紹介していこうと思います。こちらは最近発売されたボールペンとなっておりまして、まあ、いろんな特徴を持っているっていうのもありますし、大人気な、ね、三菱のボールペンであります、まあ、ユニボール1シリーズからね新しいシリーズが登場したということでね、皆さんに紹介の方していこうかなと思いますね。今回のボールペンね、見た目の通りねかなりね短いボディとなっているんですけども、いろいろこだわりを持っているボールペンでもありますし、すごいところにも気づいたんで、皆さんにその魅力だったりを紹介していこうかなと思います。ではどうぞ、早速基本データの方から見ていこうと思います。三菱ユニのユニボール 1P 発売日は2023年の3月15日発売です。価格は500円プラス消費税で、神経は 0.38 ミリと 0.5 ミリがあります。カラーラインナップがそれぞれ異なっておりまして、 0.38 ミリはみかん、コーヒー、ソーダ、桃、ハッカのラインナップとなっていて、 0.5 ミリがバナナ、ヨーグルト、ブドウのカラーラインナップとなっています。 0.38、0.5 ミリ、2つ種類があるんですけども、 0.5 ミリだけはラインナップが少なくなっているので、そこは注意が必要です。長さに関しては約 11.9 センチ、太さは約 1.35 センチ、重さは約 13.7g となっています。こちらのボールペンは2021年9月に発売されたユニボール 1F のショート軸、短くなったモデルとなっています。ユニボール 1P の P はポケットの P となっておりまして、手に収まるミニマルな可愛らしいフォルムがコンセプトとなっています。このボールペンのキャッチコピーがコロンと可愛いということでね、見た目の通りね手のひらサイズとなっていて、非常に可愛らしいボディとなっています。ただ小さいだけではなくて、上質な書き心地も実現しているということで、かなり魅力のあるボールペンとなっています。皆さんご存知だと思うんですけども、ユニボール1というのはインクにこだわった水性ボールペンなんですよね。従来の水性ボールペンよりもインクの濃度が濃くなっているので、濃くはっきり綺麗に書くことができるっていうのがねユニボール1の特徴となっていて、さらにその書き心地を向上させたのがこちらのユニボール 1F なんですよね。今回こちらのユニボール 1F のショート軸、短くなったモデルということでね、今回発売されました。というわけで早速ね見た目の方を見ていこうかなと思います。持った感じなんですけども、かなり太いんですよね。先ほども言ったんですけども、太さが約 1.35 センチということで、かなり太軸となっています。従来のユニボール版 F に関しては約 1.05 センチの太さとなっているので、最初ね発売された時はこのユニボール版 F の太さでそのまま短くなったのかなって思ったんですけども、違くてかなり太くなったんですよね。なので結構ホールド感があって持ちやすいですし、しっかり持つことができるなっていうのが第一印象ですね。ただ持つ場所によってはクリップが当たるので、まあ、短いペンなのでそこはしょうがないと思うんですけども、ちょっと気になる点でありましたね。軸に関してはプラスチック製となっていて、かなり軽量なボディなんじゃないかなと思いますね。まあいろいろねメカがね組まれているので 13.7g ということで、プラスチックのボディにしてはそこそこ重たいかなっていうのはあるんですけども、まあ扱いやすいね重量感なんじゃないかなと思います。先ほども言ったんですけどね、僕の手にもね収まるね可愛らしいねボディとなっています。従来のユニボール 1F と比べるとだいたい4分の3ぐらいですかね、半分ではないんですけども4分の3ぐらいの長さとなって
ているので、まあ、こんぐらいの、ね、差しかないんですけどもね、かなり短くなっているんじゃないかなと思います。まあ、今回ね、短いボディということで、手帳に使うだったりね、そういうのもターゲットにされているらしいですね。そしてペン先ですね。ペン先はユニボール版 F 同様に、チップが金属製となっています。ユニボール版 F 同様にスタビライザー機構が搭載されていて、低重心で比較的ブレずに書くことができるらしいんですよね。それが今回のユニボール版 P でもね搭載されていますね。やっぱりねこんな感じで、ね、ペン先が金属チップとなっているので、ね、しっかりねホールドしてくれる感じなんじゃないかなと思います。そしてクリップに関しても同様ですね。こんな感じのワイヤークリップとなっていて、可動式となっています。そして真ん中の部分にはね同じようにユニと刻印されています。そしてノック部分ですね。ノック部分に関しては太くなりましたね。太くなったんで結構ノックはしやすいですね。ガシッとねしっかりノックすることができます。ノック感に関してはねほぼ同じですかね。こんな感じでね、ガシッとね、しっかりノックすることができるっていうのがね、太いペンのね、特権と言いますか、いいところなんじゃないかなと思います。そしてリフィルなんですけども、これね、実はね、めちゃくちゃすごいんですよね。こんな短いボディなのに、普通のユニボール版と同じインクが使われているんですよね。こちらですね。このね、ユニボール 1F もそうですし、同じのユニボール1のインクが使われているんですよね。ジグが短くなったので、ちょっとね、違うリフィルが使われるのかなと思ったんですけどね、そんな心配はなくて、全く同じね、リフィルが使われています。なので、神経を変えたりだとか、インクの色を変えたりっていうのもね、可能なので、かなりね、幅は広がるんじゃないかなと思いますね。ユニボール 1F とほぼ同じフォルムといってもね、このね、可愛らしさっていうのがあると思うのでね、結構変わってくるんじゃないかなと思います。これを全て通してなんですよね。このね太くて短い軸なんですけど、なんか文房具好きにとってはちょっと見覚えがあるフォルムじゃないですか。もうね文房具めちゃくちゃ詳しい人にとってはねもうお察しだと思うんですけどね。はい、こちらラミのスクリブルっていうねシャーペンとボールペンなんですけども、こちら残念ながら廃盤となってしまったペンなんですけども、これとフォルムがかなり似ていませんか？これ結構文房具好きの中では有名なんですけども、このラミースクリブルは別名チビデブとも言われているんですよね。太くて短いということでね、その後にチビデブって言われているんですけども、フォルム似てません？さすがにね形は似てないんですけども、太さと全長がねかなり似ているんですよね。スクリブルに関しても同様に太さが 1.2 か 1.3 ぐらいなので、比べてみても全長に関してもねほぼ同じなんですよね。なので重さは違うんですけども、なんかチビデブを引き継いでるなっていうのをね個人的には思いました。まあどうでもいいにはどうでもいいんですけどね、それはね個人的には思いましたね。では実際に書いていこうと思います。はい、書いてみました。書いてみての感想なんですけども、さすがユニボール1ということで、さらさら書くことができますね。ユニボール 1F よりも短くなりましたし、太くなったのでしっかり持つことができて、ホールド感が増しましたし、短くなったのでペン全体のまとまり感っていうのがあって、結構しっかり書けるんじゃないかなと思いますね。この全体のバランスといいますかね、この全体のバランスがね一点に集中するので、個人的にはね結構安定して書ける方なんじゃないかなって思いますね。ただちょっと気になるのが、持つところがねこことなっているので、少し手元が見にくいかなっていうのと、ぐらつきがちょっと感じやすいかなっていうのはありましたね。やっぱりこのペン先の部分と持つところが近いので、結構ダイレクトにねぐらつきが伝わってくる傾向にあるので、そこは少し気になるなって思いますね。あとこの太軸なので手帳に挟むっていうのを考えると、ちょっとね手帳の個体にもよるかなっていうのがあるので、まあ、手帳にはおすすめって言ったんですけども、そこはちょっと微妙かなって思いますね。ただね可愛くて結構まとまりがあって書きやすいボールペンではあったんじゃないかなっていうのはあるのでね、ちょっと使う人は選ぶかもしれないんですけども、個人的にはおすすめできるボールペンなんじゃないかなと思います。
はい、というわけで以上となります。今回は三菱ユニのユニボール 1P というね新発売のボールペンの方を紹介しました。見た目はねかなり可愛いですし、先ほども言ったんですけどもね、スクリブルにねちょっと似ているということでね、新たなシビデブなんじゃないかなっていうのもあってね、個人的にはね結構そそられるボールペンだったんじゃないかなと思います。ただ使う人は選びますかね。まあ書きやすいには書きやすいんですけども、グラつきがまあ若干気になるっていうのもありますし、この太さなので手帳に入るかっていうのを考えるとね、ちょっと考えさせられる点なんじゃないかなと思うので、そこは注意が必要ですね。まあ、個人的にはねかなり好きなボールペンでありました。というわけで以上となります。ご視聴ありがとうございました。バルベ。